中野寛一は日本の石王。目黒菅助縁の資金は彼によるとの話もある。長男は好き者の中野中太郎。中野家は新潟県の新津油田を中心に発展した。寛一は7歳の時から7年間、新潟県医学会の先駆者と言われた、本田文明、高志財布氏の家塾で学び、父の死後、14歳にて、生夜職を継ぎ込むを務める。 1873年、日本広報が交付されると直ちに、新潟県庁に石油支窟を出願。許可を得て採掘を始め、翌年、少量の発掘に成功。1903年、商業規模の油田を掘り当てる。1910年の最盛期には、新津油田は、年産高約17万キロリットルに達し、明日とも日本一になった。 1911年から帝国議会衆議院議員。1918年に中野財団を設立、教育や社会福祉事業を始める。号は鶴堂。現在、三遊一帯は石油の里として整備され、1997年からは邸宅及び庭園が中野邸美術館として開放されている。AB 中野館一新潟から、ネット、 ハットレファレンス事例詳細日本の石油王、中野寛一物語から、石油の世界観石油の里新潟市秋博。ありがとうございます。